fans, we welcome you to our next world title feature bout brought to you by Don King Productions and King Vision in association with SET, Pay-Per-View, Corona Beer, and the MGM Grand. At this time, we present the IBF Welterweight Championship of the World. Introducing to you first the challenger on my left, fighting out of the blue corner. He enters the ring wearing black trunks with orange trim, hailing from and representing Navojoa, Sonora, Mexico. He weighed in at a ready 146.5 pounds, and his record represents the longest undefeated streak in boxing today, with 56 wins, no losses, 50 big wins coming by way of knockout. Please welcome tonight's challenger, who is ranked the number one welterweight contender in the world by the IBF, introducing the undefeated Luis Ramon Yori Boy Campas. 挑戦者ランキング1位、ヨリボーイ・カンパス。And his opponent across the ring is the defending world champion on my right, fighting out of the red corner. He is wearing white trunks and hailing from Coupe Alto, Puerto Rico. He weighed in at the same weight of 146.5 pounds. He is undefeated in his campaign as a professional with 23 wins, no losses, and 19 wins coming by way of knockout. Please welcome a rising young star of the welterweight division, tonight making the fourth defense of his title, introducing the undefeated IBF welterweight champion of the world, Felix Tito Trinidad. チャンピオンのフェリックス・トリニダードです。Once again, here's your referee in charge, Richard Steele. Let's go.カンパスの成績の中で、56戦全勝で 50KO と出ていましたが、小泉さん、51KO が正しいんですね。そうですね、去年の末までですね、はい、で 49KO なんですね、今年ですね、ホルヘ・バカをですね、2ラウンドで TKO してますね、はい、アンソニー・アイボリー、これを9ラウンド TKO してますから、その2つ加わって51です、はい、56戦 51KO 勝ちです。さあ、レフリーはリチャード・スティールです。フェリックス・トリニダード、久しぶりに出てまいりました。スーパースター候補と呼ばれています。21歳なんですが、今日はどういった試合を見せてくれますか。最強の挑戦者、ランキング1位、ヨリボーイ・カンパス、まあ、どちらの KO 率も素晴らしい KO 率です。先ほども言いました、トリニダードが8割2分6厘、カンパス9割1分です。浜田さん、どちらが勝つにしても KO 必至のような感じですね。そうですね、どんなにディフェンス力があっても両方の一発が当たればっていうのはもう出ますよね、この KO 率からすると。白のトランクスを履いていますのはチャンピオントリニダード、黒のトランクスが挑戦者カンパス。右を出しました、チャンピオントリニダード。トリニダードの距離の取り方に注目したいと浜田さんおっしゃっていましたが、その第1ラウンド注目のその距離は、まあ、トリニダードもどんどん入っていってますね、入ってますね、まあ、さまざまな距離を取れるんでしょうが、一番得意なトリニダードの距離、まあ、つまりこのすごいパンチを生かす距離ですが、左というのも相手が届かない距離でもトリニダードのパンチというのは届くんですよね。届きますからね。カンパスは逆に入っていっています。パンチの質が違うんですね、はい、もうカンパスの場合はもう金槌でそのハンマーで打つみたいなパンチですね、はい、でそのトリニダードの場合はムチがしなうような感じがしますね。左です、ちょっと入られてますよね、MGM グランドホテル、よく入っています。さあ、カンパス、ヨリボーイ・カンパス、左から右、左を返しました。フェリックス・トリニダード、急上昇、距離が近いですね。あ、距離が近い、はい、まあ、近いというか入られてるというかですね、左で突き放すかですね、少し足使って距離をその遠ざけた方がいいですね、接近するとこの選手はうるさいですよ、この挑戦者ヨリボーイ・カンパス。昨年の6月、モーリス・ブロッカーを戦慄の KO に破って取ったこのタイトルです。そして防衛は3度、
おっと、第1ラウンド残り1分を切っています。ボディ入り込んでいきます。カンパス、もうメキシカン特有のですね、脇腹打ちですね、そのボディブロー必要に打ってきますしね、左アッパーでも左フックでもボディ打てるんですね、はい、これが4度目の防衛戦です。チャンピオン指名挑戦者としてこのトリニダードと対戦します。挑戦者カンパス、今左フック、トリニダードが空振りしましたけど振りが鋭いですね、風が起きるような感じでしょうね、はい、自信を持ってこの試合に臨んでいます。ボディから顔面へダブル、ただカンパスも自信持ってますよ、そうですね、まあ、これだけどんどん入れるっていうのは自信あるから出てるんですね、まあ、試合前にこのトリニダード戦は自分の通過点に過ぎないと豪語していましたカンパス、まあ、当然倒してその次を狙う、さらに上昇しようということなんでしょうが、第1ラウンド、自信のそのみなぎる様が十分に現れていました。第1ラウンド終了しています。このラウンドですね、そのカンパスの方がこうして一気に詰めてるんですけどね、トリニダードのパンチもですね当たってはないんですね、まあ、もう本当にこういったラウンドは10対10つけたいですけどね、まあ、あえて振り分けるんだったら、はい、私はトリニダードがたまに出したですね、パンチですね、はい、これをちょっと取りたいですね。そうですか、1万5000人を超えるお客様が入っています。 MGM グランドホテルに隣接しています、グランドガーデンアリーナ。さあ第2ラウンドです。左ダブルトリプル、左を伸ばしました。ああ随分出ていきます、自信あるんですよね、これ第1ラウンド以上ですね、この出方は入ってきましたね、ちょっと頭を注意します。リチャード・スティー、そしてボディを狙っていきます。互いにボディブロー、それを上に持っていきました。チャンピオン、右から左、頭パンチをくぐって、おっと入ってこさせないような感じで頭を押さえつけます。チャンピオン、ガードが、ちょっと頬が開いていました。ガードはちょっと下がりが変でした。必ず下から上に行きますね、カンパス、メキシカの泳ぐ 打ち方ですけどね、シャベスあたりが得意としているんですが、このメキシカン、ドリボーイカンパスもなかなかいいボディブロー、プエルトリコ、フェリックス・トニダード、うーっと小田島の食い出しましたね、スーッと下がっていきます。トニダードパンチをもらったという証拠か、トリニダードも一生懸命打ってるんですけどね、はい、お構いなしに前に出、おお、やりかみ、左を返しました。左ずーっと出ていきます。プレッシャーをかけます。突進力といいますかね、はい、前に出るのがすごいですね。そうですね、グッグッと、おお、左ダウンか、ダウン、ショート左、思わずダウンです。左をグッと出すような感じだったんですが、ダウン、足から崩れるっていうと、はい、やっぱり見た目よりパンチというのは相当あるんですね。そうですね、左を突くような感じでした。いや、アメリカのコメンテーターがですね、6インチのその左フックだって言ってますけど、15センチですよね。あ、まさにそうですね、本当に腕をですね引き絞って、そう、はい、もうそのショートフックですね、すごいパンチャーです。56戦全勝 51KO というのが頷けます。チャンピオン早くもダウン、ダメージはどうだ、チャンピオン、まあ、打たれ強さっていう点に関してはですね、よりボイカンパスの方が上ですね、挑戦者が上、チャンピオンはちょっと打たれ弱さがありますね、はい、ダブル、これは止められています。そしてもう一度左、また出てきた、ちょっと今入られましたけど、トリニダードもいいパンチ打ってますよ、いい感じでお構いなしに入ってきますね、はい、第2ラウンドチャンピオンがダウンを喫しました。距離を与えるとですね、はい、距離を与えるとしなうパンチが来るんでですね、あえて入った方が安全だと、なるほど、自分のペースになると思って、よりボンスカンパスを強引にその距離詰めてるんですね、はい、トレーナーに一つ
ほっぺたを叩かれました。おっとこれです、まあ、気合い入れるためなのか、もしくは意識はっきりさせるためにやったんですね。両方の意味合いがありそうです。違う角度からか、短いパンチですよね。まあ、パンチも強いんですけど、あれで倒れるっていうのはやはりちょっと打たれ弱さがあるっていうことですね、はい、さあ第3ラウンド IBF 世界ウェルター級のタイトルマッチです。ポイントは10対8、よりボイカンパス挑戦者の方のポイントですね、はい、チャンピオン180センチカンパス179センチハーフインチの違いです。 WBC スーパーフェザー級、まあ、IBF 世界ウェルター級のタイトルマッチです。呼び方は違います。白のトランクスがチャンピオン。先ほど第2ラウンドにダウンを取られました。まあローブローということですね、はい、これは注意だけだったようです。カンパスも背が高いんですね。そうですね、あの5フィート10インチ2分の1高柳さん言われたように179あるんですね、はい、おーとミヤパー天井を向きました。これはローブローですかね。ああ現状ですか。2度目続けてだったですからね。浜田さんやっぱり低く見えましたか。まあ、まあ私はあれぐらいは、いいんじゃないかなと思いましたけど、厳しくなりましたね、リチャードセール厳しく取りました。まあその前に1回注意も与えてはいたんですが、トリニダード第3ラウンド今減点を取られたところです。左、さあまた左、この減点でひるむかトリニダード。トリニダードのパンチもいいですよ。はい、うん、これはガードウェイか。もう1回ミナパー、パンチの質が違うんですね、はい、トリンダードの方がパンチが切れますね。やはり先ほど言いました無知のような切れるパンチ、お互いにショート近づいて下からこのように食い出すパンチが増えてきます。トリンダードのパンチ当たり始めましたよ、トリンダードもアッパー系、まっすぐこの長い距離、もっと長いともっと威力出ますよ、はいはい、ようやくトリンダード距離を取り始めたか。おっと左くあ、ガードを突き破るようになってきましたね、はい、調子出てきたということですよ。これを食い止められればトリンダード距離、あっ左ダブルトリブル、あ右クロス左引く、このパンチが一番いいですね。ガードの真ん中突き破るようなパンチですね。トリンダードさあ勢いづいたか、左振った、これは無で左を対応します。今度は左カンパスが左を使います。まさに両者のレコードにたがわない試合になっています。第3ラウンド20秒を切りました。パンチウェア、パンチウェア、ボディブロー、そして顔面へカンパス、左のパーです。離れた、このラウンド逆にトリニダードのパンチがガードを突き破るようになりましたね、うん、今度左返しました。ゴングです、ゴングです。ゴングが鳴ってからパンチ出してまた注意受けたんですね、はい、第3ラウンド終了しています。このラウンドはトリニダードに減点1がありました。しかしポイントとしてはですね、私はその、トリニダードにつけたいと思いますね、はい、今のボディの殴り合いの時、左のボディブローがちょっとベルトラインよりやっぱり低かったようですね。ポイントとしては10対9ですね。そしてその、減点がありますからね、はい、結果的には9対9になりますね、はい、さあ第4ラウンドに入ります。 IBF 世界ウェルター級のタイトルマッチ、チャンピオンがフェリックス・トリニダード、スーパースター候補と呼ばれて、これが4度目の防衛戦。その素晴らしいパンチに魅力があります。そして挑戦者、最強の挑戦者はヨリボーイ・カンパス、黒のトランクス開いています。左スタートはなかなかカンパス前に出ていきまして、素晴らしい攻撃を見せましたが、トリニダードラウンドを進めるうちにパンチを当てることができ始めました。だんだん止まってきましたよ、カンパスの前に出る力が止まってきましたね。止まってきましたか、はい、ボディブローです。左、ああいったパンチ突き破られるとやっぱり止まりますよね。あ、そうでしょうね。そうですね、確かにちょっと勢いが弱まっています。踏みとどまるケースが増えています。カンパス、
さあトミー・ラードちょっと引き加減、まあ、こういった展開になると間髪はガードの上を打たせて入るのは良くないです、ね、いいパンチです。チャンピオン間髪も一発返した。いきます、左ダブルトリプル、ワンパスワンツー、あ効いてますね、いい攻撃です。チャンピオン、さあ大きなチャンス、効いてますね、あ大きなチャンスです。間髪動きが止まった。さあ今度ボディブロー、打ち上げですよ、強烈なパンチを繰り出していきます。トミー・ラード、まだ時間は十分あります。今ボディブローがちょっと効いたんです、ちょっと低かったんですけどね、あちょっと下がりましたね。トミー・ラード、右のストレート、そして左は空振り、ミラッパー、動きが完全に止まっています。カンパス、しかしカンパスも返していきます。いい打ち合いになってきましたね、頭をつけます、左下から下から突くようなパンチ、左が右、右のいいパンチが入りました。チャンピオン、左から右です。本当にショートレンジの打ち合い、いい打ち合いになっています。残り1分を切りました。第4ラウンド、お右のストレート、クロス気味です。カンパスのストレート、距離を取ろうというトリンダード、ラッキング、左を伸ばします、ボディーブロー、そして左フック、左もう一度ガードを突き破るようになりましたね。そうですね、おっとおっとホールノーホールディング、イノストレート右、効いてますよ、効いてますよ、ガードが下がってる、左左です、右を返した、右のストレート、左が右、試合終了、試合終了です、試合終了です。素晴らしい爪を見せましたトリナード、リチャード・スティール試合を止めました。最強の挑戦者、ヨリボーイ・カンパス、トインダードを崩すことができませんでした。フェリックス・トリニダード、4度目の防衛に成功です。4ラウンド TKO、 レフリーストップです。いろいろな距離を持っていると思いますが、タフネスで打ってるこのヨリボーイ・カンパスをですね、よくストップしましたね、はい、最後のフィニッシュ、でも最後もう動けなくなってからはもう自分の完全にペースで打ち込むパンチがほとんど入っていたような感じがあります。だからボクシングのパンチっていうのは力じゃないんですよね、体のしないですね、だから一点に集中してパンチ当てるときにそのウェイトがその乗ってですね、そのパンチに集中することでですね、衝撃力が生まれるんですね、はい、